ちょっとライを釣れないのが不思議なんだよな。ライを釣れんの？釣れますよ。ここ？うん。俺昔 HBA でファーストエリアここだった時、朝一の10分ぐらいでライを巨大な、やばい、噂をすればな。ソイクロ178橋脚に連続ジャグ最高。マジそんなことある？あ、そちらさんでしたか。デガナマズです。ガンクラフトの島です。今日ちょっと秋の八郎潟をビッグベイトで釣っていこうと思ってたんですけど、なかなかちょっと雨の影響がかなり大きくてちょっと辛い状況で、朝一のナマズあれ一本で結構今苦戦してるんですけど、今ここはババメ川っていうところに来ました。まあ比較的水の色は綺麗な川なんですけど、出るバスも結構でかいフィールドで、ちょっとここで一発ね、なんとか狙っていきたいと思います。出るかな、なんとか一本は取りたい。まあやっていきます。ここ岸際が護岸されてて、で岸際結構水深あるんで、まあ、こういうとこは基本的に八郎潟でジョイクロをやっていく上では狙いどころ結構重要ですね。岸際に水深がきっちりあること、まあ、そのきっちりってどれぐらいかって言ったら、まあまあそうですね、7、80センチとかはあれば、まあ、それがこう斜めな傾斜じゃなくてズドンっていうこういう壁になるような雰囲気の方が全然あのポイントとしてパワーは強いですね。闇雲にやっててしっかり全部やりきれればいいですけど、そうじゃなくてまあやっぱ疲れるしということで、まあしっかり集中してやるためにまあ要点を絞ってあげる。そんでどこに力を入れるべきかっていうところで、まあ、こういう風呂浮いてるような浮き込みだったり、あとは上から垂れ下がってるこういう草、この次のここですね、こういう草とかこういうところにちょっと集中して入れるルアーを入れていく。こういうふうに草とかが多く垂れ下がってる場所、こういったところを重点的に狙っていく。でそのジョイクロのツイッチして力が抜けるところを頭を岸際に向けて止めるというかラインテンションを抜く。ここで食ってくることが多いから、ここをしっかり集中してまあちょっとルアーを見てあげて、こういうシビアに岸際に寄せていきたいっていう時とかは178で、春に僕八郎潟でビッグウェイトでやった動画があるんですけど、まあそこでも話してるんですけど、こういうところでツイッチのタイミングを調整して岸に寄せていく、どん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 中に入れていく、こういうところでネチネチ岸際でネチネチ粘るポイントとか、護岸際をスローにやっていくんだったら178でスローにやっていった方が効率がいい、効率よく取れる。そう、ここねめっちゃベイトいるんですよ。でこれ、まあ、この時期特にここめっちゃベイト集まるんですけど、これ、ね、一つね大きな理由があって、これあんま僕トーナメントとか出てる中でもあんま言わないんですけど、ここベイト集まるのってここ上電車が通って、でそこの電車に引かれたとか、まあ、ぶつかったトンボが電車通るたびにここトンボがいっぱい死んだトンボ落ちてくるんですよ。でそれをウグイとかちっちゃい魚がもう分かってるんで、ここで待機してて
めちゃめちゃ食べてるんですよ。でそれがどん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 集まって、まあ、ベイトの群れがベイトを呼んで集まってるのが一番というか、まあ一番なのか分かんないですけど、こうまずこの時期集まる理由の一つなんですよ。これが電車に引かれてなのか、電車が通った後に落ちてくるトンボなんですよ。今もう食われる、お、食われた。これでベイトがこう溜まってるんですよ。でこれはもしかしたら、まあ、他のフィールドでこういう鉄橋の近くってあんまやったことないんですけど、もしかしたら他のフィールドとかでも同じようなことは言えるかもしれないですね。まあ秋でトンボいっぱいいるところで電車が通れば、うん、そういうのは起きる可能性はあると思いますね。とりあえずちょっとシフトで早く探っていきます。まあ早巻きしてきて食わせたいのは橋脚の上流側、まあ、上流側の方にゴミが多いんで、ゴミっていうか流木とかね、まあ見てもらったら結構あるんですけど、上流向こうに投げて早巻きしてきて手前で S にかかせて食わせる。あ、そこからちょっと早巻きでこう逃げるようなアクションを作ってやれるのもシフトのこれ特徴ですね。お、出た、見えた、うわー、これなんだよね、シフトの早巻きの。でもちょっと食い切らないね、ギリギリで見切られたか、まあ、食いに来た感じはあったけどね。まあこれ桧原湖でシフトの動画をやらせてもらった時にも言ったんですけど、まあこの早巻きからの S 字食わせのこの S 字の動きに切り替える時のコツは、リーリング、リール巻くのを止めるんじゃなくて巻く速度を遅くする、ここで止めないで遅くする、そうすると綺麗に S に切り替わります。で早巻きの巻き始めもすぐに早巻きするんじゃなくて徐々に加速する感じです。最初ある程度水かませてここで加速してで S に切り替える。よっしゃ、これちょっと食い切らないから178で、178でちょっとスローにしてなんか間を持たせるような感じでやったらいけんじゃないかな。食いそうだけどな、あの感じだったら。いやー、いいね、でかいよ。よっしゃやべえ、一回食ったのよ。で合わせれんくてやばっと思ったらもう一回食ってきた。合わせた、ちょっと腹減っ飛んでる。やっぱ水温低下の影響受けてんだね。ちょい黒178橋脚に連続ジャークで最高。3日前の大雨で水温がめちゃくちゃ下がって、まあ、26度ぐらいあったところが今これ 17.9 度ですね。まあ、ここのバスって基本的にもう腹パンパンとかもうしっかり餌食えてるバスが多いんですけど、まああれだけ腹へっこんでるんで、まあやっぱりかなり水温低下の影響は食らってて、ここにはいるんだけど水温低下きつくて動けねえよ、まあ動けねえよなのか餌食う状況ではないよっていう状況になってるんですよね。だからまあ今ちょうど動き始めてる感じがするし、お腹も減ってるし、まあ、こういう魚が多いところっていうのはもう真っ先にバスが魚を餌食べに来るような場所なんで、で大体この橋脚の下で水深は 3.5 メーターぐらいですね。 3.5 メーターあるけど
こういうコンディションとかなったり、まあ、魚を食べるようなバスとかは、まあ、目線が上なんで 3.5 メーター水深があったとしても、こういうふうにジョイクロ178、まあ、シフトとかでもそうですけど、ビッグウェイトで全然引っ張ってこれるんで、あれ一番先に食おうと思って動き出したようなレベルでしょう。だからあれよりちっちゃいやつとかってちょっとやっぱまだ難しいんですよ。明日になればね、またもう少し変わってくると思うけど、まあ釣りできる日は選べないんで、そこでアジャストするしかない。まあこういうカラーを選んでるのは、まずこうやってる側が見てて、ルアーがどっちに向いてるかっていうのがこう分かりやすい、どこにいるかとか、バスに対してっていうよりも正直言うと自分が見やすい色っていうのを選んでるのが一番ですね。でなんでかっていうと、見えないカラーでルアーがどこにいるかとかどこにあるのか分かんない状態でやってると、まあその肝心要のここにバスいるっていう場所にルアーを通せなかったら、どんな色を選んでてもバスいないとこにルアー通すことになるんだったら意味ないんで、それだったらそのバスから見てどうこうっていうの、まあそれも大事なんですけど、それよりも人間側がどこにルアーがあるかっていう分かる色、これを選んであげた方が僕はアドバンテージがあるかなと思ってます。やってきました、最終ポイント。おにぎりお腹減ったんで、ちょっとおにぎり食って、ラスト1分のためにおにぎり食った。もう動かんもこれバス釣りあるあるだよね。最後ちょっともうちょっとやろうっつって深追いして、最後に引っ掛けて、わあこんな時間までやんなきゃよかったってなるやつ。あと10分だ、ダメだ、終了。まあ今日一日ちょっとビッグベイトでね、八郎潟をちょっとやってったんですけど、うん、まあちょっと厳しかったかなとも思うけど、まあなんとか1本、うん、ジョイクロで取れたんで、まあそれ良かったかなと。でシフトで最初その食わせミスったやつを、まあ、178で釣れて、まあなんとかこうフォローできたかなって感じですけど、まああのシフトの展開っていうのもこれから秋でああいう風な展開が結構効いてくるんで、まあぜひやってみたい、ね、やってみてもらいたいなっていうのと、あと途中途中でお話してた、まあ、護岸際とか水深のあるところの釣り、ああいうのはおかっぱり、まあ、護岸されてるってことは、まあ、おかっぱりとかで入りやすいポイントだったり、むしろおかっぱりの方が岸際をこう綺麗に護岸に寄せるような感じ で寄せてこれるんで、まあ結構おかっぱりでも釣りやすい釣りになるんで、八郎潟あとこれからもう1ヶ月ぐらいの間とか、まあもうちょっといけるんですけど、水温下がってくるにつれて、まあ、少しずつこう普段濁ってるんですけど濁りも取れてって、少しこうクリアになってくると、よりこうビッグベイトの釣りっていうのが有効になってくるんで、まあ、そういった意味では、まあ、楽しい時期がまた来るかなと思うんで、ぜひ今回の動画ねちょっと参考にしていただいて、楽しいビッグベイトゲームやってもらえたらなと思います。今日は一日ありがとうございました。And I hope they ready. From here on out, we are legendary. You can kick me round, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We going in rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Turn the lights up now, welcome to the show. I ain't never gonna stop, this is all I know. My eyes on the prize, until I die.